が娘コレットよ、最後の封印を今こそ解き放て。そして人としての営みを捧げてきたそなたに最後に残されたもの、すなわち心と記憶を捧げよ。それを自ら望むことでそなたは真の天使となる。なんだって！心と記憶を捧げるだと？コレット、僕らを忘れちゃうの？コレットはここで人としての死を迎え、天使として再生する。どういうことだよ先生！ごめんなさいロイド、コレットに口止めされていたの。世界を再生すればそれと引き換えにコレットが死ぬ。死ぬことが天使になるということなの。それは少し違う。巫女の心は死に、体はマーテル様に捧げられる。コレットは自らの体を差し出すことでマーテル様を復活させるのだ。これこそが世界再生。マーテル様の復活が世界の再生そのもの。そんなのって。レミエル様、シルバラントには隣り合うテスアラという世界があるそうですね。そなたが知るべきことではない。ことさらに隠すのは本当だからね。そのような話誰から聞いたのか。クルシスでも両方の世界を平和で豊かな世界にすることはできないのかい。巫女がそれを望むなら天使となって我らクルシスに力を貸すといい。巫女の力でマーテル様が目覚めれば二つの世界は巫女の望むように平和になろう。本当か？なぜ自分がここに来たのか巫女は分かっておろう。まさか本当に死ぬつもり？ダメだコレット、お前が犠牲になったらお前のことが好きな仲間も家族も友達も俺もみんなが悲しくて犠牲になるのと同じだ。話せジーニアス。僕だってコレットが変わってしまうのは嫌だけど、それならどうすればいいの？シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。それは巫女一人が犠牲になれば世界は救われる。それともお前は世界より巫女の心だけが救われた方がいいというの？さあコレットよ、父のもとへ来るのだ。待てよレミエル、本当に他の方法はないのか？コレットはあんたの娘なんだ。あんただって本当はコレットが死ぬことなんて望んでないんだろ？娘だと？笑わせる。お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。私はマーテル様の器として選ばれたこの生贄の娘にクルシスの奇跡を授けただけだ。これと大丈夫だよ。私気がついてた。何度かレミエル様に会ううちにこの人は違うって思っていたから。でもどうしてだろう、なんだか目の奥が痛いよ。コレット、気づいてたならなんで？私の声聞こえるの？嬉しい。最後にロイ
イドにさよなら言えるね。コレット、ごめん、助けてあげられなくて。もう間違えないって誓ったのに、俺また間違えてたみたいだ。うん、ありがとうロイド。私ロイドがいたからこの世界を守りたいって思えるようになったんだよ。ロイドがいたから、私16年の命をちゃんと生きようって思えたの。だからコレット、もう時間、さよなら。どうだ、とうとう完成した。マーテル様の器が完成したぞ。これで私が四大天使の空位に収まるのだ。待ちな、コレットをどうするつもりだ。天に導くつもりなのよ。貴様、うせねえ。何がクルシスだ、何が天使だ。コレットを返せ。そうはいかぬ、この娘はマーテル様の器。長い時間をかけてようやく完成したマーテル様の新たな体なのだから、貴様たちにはもう用はない。消えろ。お前たちにもう用はない。消え去るがいい。何しようか。ほとんど早くしてくれ。光や、イラクション早くしてくれ。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 出て、勝負する。
最強の力が、なぜ？バカな、最強の戦士である天使が、こんな人間どもに。コレット、戻ってこい。俺が必ず元に戻してやるから。コレット、本当に俺のこと忘れちまったのか。無駄だ。その娘にはお前の記憶どころか、お前の声に耳を貸す心すらない。今のコレットは死を目前にしたただの人形だ。クラトスさん、お前今までどこにいたんだ。何を言ってるんだ。巫女は世界の再生を願い、自ら望んでそうなった。巫女がデリスカーラーンに召喚されることで、初めて封印は解かれ、再生は完成される。クラトス、どういうことだ。お前たちもそれを望んだ。巫女はマーテルの新たな体としてもらい受ける。どういうことなんだ。クラトス、答えろ。クラトス様、慈悲を、私に救いの手を。忘れたか、レミエル。私も元は劣悪種、人間だ。最強の戦士とは、自身が最も蔑んでいたものに救いを求めることなのか。そこをどけ。クラトス、お前は一体何者なんだ。私は世界を導く最高機関、クルシスに属する者。巫女を監視するために差し向けられた四大天使だ。クラトスさんも天使なの？私たちを騙してたのか。騙すとは。巫女がマーテルと同化できれば、マーテルは目覚め、世界は救われる。それに不満があるのか。そして女神マーテルに体を奪われることで、コレットは本当の意味で死を迎えるのね。違うな。マーテルとして新たに生まれ変わるのだ。クソ、やらせるか。コレットは俺たちの仲間だ。お前に私が倒せるかな。道を示したまでだ。くそ。
やはりいかなお前でも本気で退治するには至らなかったのか。ユグドラシル様。なんだあいつ、また天使かい。お前がロイボか。人に名前を尋ねるときはまず自分から名乗れ。犬の名前を呼ぶときわざわざ名乗る者はいまい。なんだと。哀れな人間のために教えよう。我が名はユグドラシル、クルシス。そしてからの違いを見せてやろう。滅びよ。ファーストエイド。ごめん。や、滅びよ。その程度。カノマの死の血を取り戻せ。レイズデッド。滅びよ。ハッピー。死死戦闘。ごめんなさい。哀れだな。ミコはすでに天使化してしまったか。やむを得ん。殺さず連れ帰るのだ。小賢しいレネゲードが。まあいい。退くぞ、クラトス。よい。レネゲードに助けられたか。死ぬなよ、ロイド。